鈴木観光業は1936年創業、給排水衛生設備、空調設備の配管施工および現場管理を行っていて、施工業者としては少なくなってきた職人を社員として育てる企業です。また省エネルギー事業に早くから着手し、温室効果ガスの削減にも取り組んでいます。今回は鈴木観光業の皆さんに本音を伺うため、金沢市内の施工現場へ。ここではどういった工事が行われているんですか？大型公共施設の建設現場で設備工事として建物の給排水やガス配管、消火設備などの工事を請負い施工しています。そしてこちらでは現場管理としてお客様よりいただいた設計図書をもとに施工図面を書いたり、いろんな業種の方々と打ち合わせをして建物の完成を目指して当社の社員が現場管理をしています。そしてまた同様に工事の方も職人がいて工事をしています。さらに詳しい説明を現場を見ながら米田さんに伺いました。こちら今パイプシャフトなんですけど、今中見てもらうと分かると思うんですけど、2本配管が立ち上がってると思うんですけど、これ2階3階の廊下の手洗いの排水と通気のゲートになります。ここに来るまでにいくつか管を見てきたんですけど、全て配管は同じものですか？いえ、配管によっても給水管だったり排水管だったりと種類があるんで、それぞれ用途に合った鉄管だったり塩ビ管だったりを使用しています。実際にどれくらい管があるかって分かりますか？実際はピット内だったり天井内だったり、至る所に配管がしてあるんで、数量的にはものすごい量になると思います。そしてこの現場で働く若手社員にも本音を聞きました。この仕事でどのようなことにやりがいを感じますか？我が社では職人さんと同じ現場で作業ができるため、わからないこともすぐ聞き勉強することで日々自分が成長していっていると感じられることです。ゼロからやっぱ配管していくので、完成していく上での過程だったり仕上がってきた配管とかを見たら、ちょっと自分がやったっていうのでやりがいを感じますね。実際の現場で様々な人の話が聞けて、就活への意識も高まります。今回は特別に鈴木観光業の鈴木社長にも話を伺うことができました。社長から見た会社の雰囲気っていうものはどういうものですか？はい、風通しの良い会社を目指しています。今年は若手社員とコミュニケーションを取れるように1階の事務所スペースを増やしたりしてリニューアルいたしました。はい、今日見学させていただいたんですけど、若手の方も積極的に活動されていて働きやすい雰囲気だなと感じました。糸井さんは建築設備に興味はありますでしょうか？はい、自分は機械工学科の学生なんですけど、先輩方で建築系だったりとか土木系で活躍されている先輩も多くいらっしゃって、その話を聞く機会も多くあるので興味のある業界だと思ってました。これから就活だったり企業訪問する上で準備しておいた方が良いものはありますか？そうですね、やはり訪問する会社のことをしっかり調べておくことが大切です。そして訪問する会社で自分が何をしたいのかを明確にして会社訪問に臨んだ方が良いと思います。はい、会社側はその学生がなんでその会社訪問に来てくれたのか、またどういうことをどういう仕事をしたいかということを考えているのかなということを知りたいと思っています。はい、ありがとうございます。 SDGs を含めて会社の今後の目標を教えてください。請負った工事一現場一現場を確実に引き渡してお客様に満足いただくことが一番の目標です。また一歩踏み込んだ省エネプラスにも力を入れていきたいと考えています。省エネプラスの一つの例として当社の新社部では屋上の屋根に断熱材を敷き並べたり、窓を二重化して断熱性能を向上させました。またエアコンを高効率なものに改修して集中リモコンで省エネルギー制御をしています。
これからは環境に配慮する会社が評価される社会から、環境に配慮することが当たり前の社会になると思いますので、しっかり取り組んでいきたいと考えています。では、本音で語る鈴木観光業の求める人材とは。当社の仕事である給排水空調設備や省エネルギー回収は、人間の生活環境やライフライン、そしてエネルギー消費量に大きく関わっています。当社のスローガンは、人々の生活になくてはならない空気と水で理想の環境づくりです。文系理系を問わず、真面目に元気にコツコツ頑張っていけば、数年後には国家資格を持った技術者になれますので、設備に興味のある方は、ぜひインターンシップや会社訪問に来てください。お待ちしています。